おい、おい、ちょっと先俺悩みがあってな、まあ本当にこう包んでんじゃん、だんだんちょっと俺お前のことかわいそうになってきて、でもそれでそのやらせって言う人の気持ちもちょっと俺は分かる。俺もどちらかというとそのタイプだし、で逆にやっぱりちゃんと俺のこと信じてるし応援してくれてる人もいっぱいいるわけじゃん、うん、最近ちょっとこの両者がコメント欄でだんだん言い争うようにもなってきて、うん、その言い争うようになって、うん、これなんとかなんないのかなと思って、うん、やらせ疑う人も本当に怖がりたい怖いもん見えたい人もどっちもこの意見を統一して、うん、なんとか全員の意見を取り入れて、うん、なんとかこう丸く一番平和的な解決方法何かなってちょっと俺ずっと考えてて、うん、やっと思いついたのが、うん、あえてやらせも織り交ぜていくと、最初にこの中で何個かだけやらせが入ってます、うん、そうで、だからやらせ派の人はどれがやらせかを推理しながら見れる、本当に怖がる人はどれが本当か怖がりながら見れるという、全員の意見を肯定して、あ、なるほど、誰も否定されず丸く収まるっていう風にやっていこうかなってちょっと思ってな、どれがやらせかをちょっと推理しながら見てもさ、新しい角度での、定点カメラ7日間、本日もスタートしていきます。まあ、この新しい角度ということでね、ちょっといろいろやっていこうということで、今日はちょっと何の変哲もない、僕が助走、まあ、助走というか、まあ、そういったもので使っているカツラですね、カツラをちょっと置いてみます。これがまあ留守中どうなるかですよね。この本当お札の押し入れの前に置くので、ちょっともし何か異変が起きれば、まあちょっと、まあ、何かしらあるのかなという感じですね。今日は僕は、まあ、夜勤のバイトも撮影もなく、休みなんですけど、まあちょっといろいろ編集だったりとか、まあ、あとやっぱりルースにしないといけないので、ちょっと、今から漫画喫茶とかに行って時間を潰してきます。まあ、だいたい3時ぐらいには、まあ3時過ぎぐらいかな、それぐらいに帰ってくるかなと思いますので、またその間の撮影を、やっていきます。では行ってきます。カツラがちょっと動いてましたね。ちょっと多分絶対ここに置いてたはずなんですけど、ちょっと映像はちょっとまた後で確認してみようかなと思います。ちょっとも不気味ですね。ちょっと今日の撮影は、以上です。さあ、本日も新しい角度での、
7日間定点カメラです。ちょっと本当不気味な押し入れの前をずっと撮ってるということで、ちょっといろいろと現象があるかなとはちょっと思ってるんですけど、まあどうでしょうか。では、いきましょう。まあ今日は夜勤の、バイトですね。また22時から26時、やってきます。また2時半ぐらいには帰ってくると思いますので、またその時に。本日はどうでしたかね。何かが変わったというのはちょっと分かんないんですけど、またちょっと映像で、見て確認してみたいと思います。では本日の撮影は、以上です。さあ、本日も、定点カメラ、新しい角度からということでやっていこうかなと思います。さあどうでしょうかね。もうお札の押し入れということでね、ちょっとやっぱり不気味ですね。今日は休みなんですよね。撮影もバイトもなく、今日はちょっと出かけていこうかなと思います。またちょっと夜中ぐらいには帰ってこようかなと思いますので、またその間の留守、撮影していきます。では行ってきます。さあ、帰ってまいりました。今日もどうでしたかね。なんか撮れていたんでしょうか。また後ほどチェックしてみたいと思います。では、本日の撮影は以上になります。さあ、また本日も、撮影していきます。もうちょっと本当に不気味さがやっぱり日に日に増しています。まだこうやって対面喋ってた方がちょっと気が楽なんですけど、とりあえず今日も撮影いきましょうか。今日は今から夜勤、のバイトですね。また深夜2時ぐらいまでやってきます。また2時半ぐらいには戻ってきますので、またその間の様子を撮影してみたいと思います。では行ってきます。
帰ってまいりました。さあ今日はどうでしたかね。もうちょっと不気味ですが、また後ほどチェックします。では、本日の撮影は以上です。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえかよ。